環境保護団体、ディーゼル発電機を隠して使い、批判殺到。先日、ドイツにて気候変動対策を求めるデモ隊が、このようにディーゼル発電機を隠して使用していたことが判明し、現在、批判が殺到しております。こういった発電機をバレットや木の板で隠してしまいますと、火災が発生する恐れもございますので、 皆様、絶対に真似しないようにしてください。また、こういったデモ活動で電気が必要だというのであれば、あらかじめバッテリーに充電しておくなど対策を取れば、このように発電機を隠してまで使用することにはならなかったんじゃないでしょうか。こういった環境保護を求める方々には、 人様に負担を、犠牲を強いる前に、まずは、ご自身で、環境保護に向けた意味のある行動を行っていただくように、行動をとっていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。